皆さんこんにちは、しおりです。今日はフルートの種類を紹介したいと思います。はい、ということでですね、今日はフルート属と呼ばれるものを紹介していきたいと思います。ここに今ね4つあるんですけど、大まかに言うとあと2つあります。高い方からピッコロ、フルート、これいわゆる私たちが吹いてるやつ、グランドフルートとかコンサートフルートとかいうやつです。で、次がアルトフルートで、バスフルート、でその他にコントラバスフルートとダブルコントラバスフルート、この6種類がまあ大体フルート属で活躍してる楽器になります。ピッコロはですね、普通のフルートの1オクターブ上までが音域になります。で、アルトフルートは真ん中のドより下のソまで出ます。で、これはね唯一弦管になります。なんでこの4つの中ではね弦管なんで、楽譜が一応楽器になります。で、バスフルートは低管で、フルートのさらに1オクターブ下まで出る楽器になります。だいたい音大なんかだとバスフルートまでが大学にあって、6本のフルートのアンサンブルとか、ピッコロ、フルート、フルート、フルート、アルト、バスみたいなのとか、あとたまにオーケストラでも出てくるんですけど、オーケストラで吹いたりとか、あとフルートアンサンブル、フルートオーケストラっていうのがあって、そういうのではねダブルコントラバスまで使わないかな、コントラバスフルートぐらいまで使うようになっております。じゃあ実際どんな音がするのか吹いてみたいと思います。はい、じゃあまずピッコロですね。これはちっちゃい、だいたい綺麗できていて、これはね JG ハンミヒというメーカーです。真ん中のドから1オクターブ上、これも一応一応楽器、オクターブ上の一応楽器ということになります。ここまでずっと吹いてると耳が痛くなるので、ピッコロやる人はぜひ耳栓をして練習してください。高い音が出ます。こんな感じで、結構吹奏楽とかではね見るので、吹いたことある方も多いんじゃないでしょうか。で、これがピッコロで、だいたい2倍の大きさになったのがこちらが、みんな吹いてるいわゆるフルートですね、コンサートフルート。まあこれは別に吹かなくてもいいと思うんだけど、だいたい真ん中のドから3オクターブ上まで。私はハーカンなのでシまで。この3オクターブの音域になります。これはまあいいでしょう。で、その下、こちらアルトフルートです。若干長く太く見えるかな、若干長く太くなっています。こちらはさっき言った通り弦管なので、全部押さえるとソの音が鳴ります。このアルトフルート使うときは2オクターブぐらいで使うんじゃないかな、ソまで。ちょっと柔らかい音になりますね。楽器がね太い分柔らかい音になります。これはストレートで、これメーカー3強のアルトフルートになります。これはねストレートなんだけど、ここがこうくるんと曲がってるやつもある。ストレートはこの左手が結構きついです。ずっと重いし、ずっと持ってなきゃいけないので結構辛いです。はい、そしたら現状多分フ
フルーティストの個人で所有してることが多いのは多分ここまでです。ダブルコントラバスとかコントラバスフルートとかは多分あんまり楽団で所属してたり楽団で所有してたりとかするんですけど、あんまり個人では持ってないと思いますので、ここまでとりあえず紹介しますね。これバスフルート、こう来てぐるんとなって結構重たいです。スタンドがねついてたりするんですけど、私はここに今レバーがついてて、ここをこう持って支えて吹きます。さっきのアルトフルートより右手が自分に近い分、私的にはアルトフルートよりこっちの方が持ちやすいです。結構大きいです。フルートの1オクターブ下まで出るんですけど、私はハーカンを買ったので C まで出ます。になります。これがね全部揃うと結構音域の、だからピッコロからここまでだと変音記号の下のドからなんで4、3、4、5、5オクターブ出ることになるのかな。これをね定感なので結構いろんなとこで使えると思います。では次はね重さを測ってみたいと思います。はい、じゃあ重さを測ってみます。0、まずピッコロはこうやって乗せ、じゃん、 171g ですね。超軽い。はい、次はどうしよう、普通のフルートは469でした。だいたいまあ倍以上って感じかな。じゃあ次アルトフルートを乗せてみます。よっ、乗らない、どう、見えない、映ってるアルトフルートは 770g、 重い、だいたい倍になっていく。じゃあこちら多分測れない気すんだよね。絶対1キロ以上あるんじゃないかな。乗ってみます。ちょっと待って、無理だ、これ取んないと無理だ。はい、ででん、あ、やっぱエラーだやっぱエラーだ。これどうやって測ればいいんだろう。ということで1キロ以上ってことかな。ちょっと測れなかったのでバラバラにして測ってみます。じゃあまず側部間、メモんないと分かんなくなっちゃう。まずは側部間が306、これだけでピコロより重いってことですね。側部間が306で、これでいけるかな。あ、いけた。なんぼ ?961 なんで1267g、 1キロと 200g って感じでした。はい、ということで今日はピッコロフルート、アルトフルート、バスフルートについて紹介してみました。これからバスフルートとかアルトフルートについてもいっぱい動画出していきますので、ぜひチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。バスフルートで吹いてほしい曲あったらぜひ教えてください。またなんか
検証してほしいこととかありましたら、ぜひコメント欄にて教えてください。では、また動画でお会いしましょう。バイバイ。